究極の歯ブラシ選び。だから今日これ持ってこようと思ったのに、はい、持ってこなかったんだよな。画像出しましょうか。そうそう、テペのねスプリームってやつなんですね。考え方も分かれるとこですが、この歯ブラシはとても良いなと思います。一長一短それぞれある中で、この歯ブラシで磨けば早く磨けるし、食べかす取れるし歯茎に当てても安心だしみたいな、ちょっと力入れてもねダメージもないしいいかなというふうには。テペってね、スウェーデンの歯ブラシで、あ、そんな普通の歯ブラシっていうぐらいの予防では有名な歯ブラシですね。あ、意外ともっとマニアックなとこ攻めてくるかと思ったみたいな、っていうのでも全然ないです。大型量販店みたいなああいうとこ売ってますね。こういうの大きいやつとコンパクトって2種類あるので、はい、それはお好みでどっちか使ってください。僕は女性だろうと普通のサイズでいいと思いますけど、まあでもこれでちょっと磨いてみてくださいみたいな。歯磨き指導しない、これでこうやってねこうやって磨くだけです。食べかす取れればいいですから。まあこれじゃなくてもいいんですけど、多少力を入れても歯茎がやっぱり痛くないというかね、なんか磨いた後にジュワーンとする感じがもしあればそれやめた方がいいと思いますし、本当に歯の表面のザラつきを取るとかそういう風になれば結構ね普段の食生活悪いと思います。もしくは着色汚れが茶色くなんか前歯つくんですよねってなれば、乾燥が原因の可能性がものすごく高くって、普段その唾液が循環していればそうそうに着色ってしないはずなんですよね。しかもいつも走って運動してるわけじゃないじゃないですか。ってことは結構口呼吸の可能性があるので、できればですね鼻で呼吸して口の中で唾液をしっかり循環させると着色はかなり減るんじゃないのかなというふうに思います。なのでまあザラつきを見てね、ベロで触ってうんザラつきねっていうのがあれば、スプリームでちょっとこう優しくブラッシング、ちょっとそこだけねしょうがないからちょっとよく磨いてみてください。それで取れればその程度なんですけど、それでも取れなければ結構問題があるかもしれないですよね。だからそういった取れない汚れを何ヶ月かに1回歯医者で取ればいいんですよ。だからクリーニングだって言ってるんですよ。それは別に取っても取らなくても別に歯周病虫歯とは関係ないけど、汚れ取った方がすっきりするじゃないですか。だからそれを取ってもらいたいっていうことにはなるんですね。だからなんか歯ブラシはとりあえず毛先がしっかり歯と歯の間に優しく入って、こう汚れが取れてあんまり時間をかけずにですねザーッと取れるみたいなっていうところをまあ目的にしていただくといいと思います。でやっぱり硬い歯ブラシっていうのはもう絶対使っちゃいけないっていうふうにだけ覚えておいていただけるといいと思うんですね。そうやったらもうへにゃへにゃのね筆みたいな歯ブラシで時間かけて磨いてくれてた方がなんぼかいいのかなっていうふうには思いますよね。細い太いはやはり歯と歯の間にこう入るときは先端がね少し細くなってる方がいいと思います。先端がやっぱり加工されてるバサッて切ったやつっていうのはどうしてもやっぱり歯茎に傷がつくというか、安いのはバサッて切ってるだけなんですけど、やっぱりそういったのはちょっと良くなくって、だいたい歯科用のやつは先端が丸くこうやって加工されてたりとか、ヒュッと細くなってたりとかっていうのがねありますよね。力入れると細いやつは歯茎の中に刺さって磨いたと痛くなるので、それ力入れすぎみたいなっていうのはありますよね。まあ、お好みですが、スプリームはちょっと細いです。ちょっと細いですけど、それで優しく磨いて取れるぐらいが一番なんかいろんな意味でいいかなと思うんです。それによって取れないとか、歯茎痛いとか、乾燥で、あ、その人の磨き方が見えてくるみたいな。その人の口の中がちょっと見えてくるな、みたいなね、あるかもしれないですけどね。ぜひぜひやってみてください。例えば1ヶ月とか2ヶ月使った時に、やっぱりその表面のゴシゴシ擦るのとは全然違うので、さっき言ったような着色汚れがつくとかね、なんかこう不具合というか、何かこうもっとこういう風だったらいいのになっていうところをどう解決していくのかっていうところがポイントになってくると思うんですよね。歯ブラシはねこれ以上のものはちょっと使わない方がいいと思うんですよ。これ以上っていうのはこれ以上硬かったりとかね、時間は2分しか1日持てない、もうね持つだけこれタイマーつけばいいですよね、歯ブラシにもうカウントダウン始まる、持ったらビリってくるちょっともう歯を見せない、2分過ぎたら痛いね、これ開発したらいいかもしれない、これじゃ磨くなみたいなそう、そういうのがいいんですよ。でも少なくともでも歯磨き粉もね飲んじゃうから、飲んでないでね飲んでるんですよ、ね、大人でも飲んでます。だからやっぱり飲んでも大丈夫なぐらいのものを選んだ方がいいんじゃないのかなというふうに思いますよね。歯磨き粉はなんかこの間話したような気がするから。歯ブラシってみんな何で選んでるのかな。薬局ってめちゃくちゃね、あれ100種類以上ありますよね、歯ブラシ多分すっげーあると思うんですよね。